こんにちは、ごめゆこです。今日はですね、私が最近ザラに行って、お買い物してきたアイテムについてご紹介したいと思います。もう本当に毎日暑くないですか？もう酷暑とか猛暑とか言われてますけど、毎日毎日今年は本当に暑い。私ももう暑くて暑くて、なんか涼しい洋服ないかなと思って久しぶりに、ザラの店舗に参りましたところ、とても涼しげなアイテムが、いくつか見つかりましたので、今日はザラで購入した涼しげアイテムの、はい、ご紹介です。まず最初にご紹介しますのがこちらのリネンシャツですね。そう、ちょっと袖が長め、まあ半袖なんだけどゆるっとして肘下までくるような、すごく薄いリネンですね。これ涼しいと思うのよね。長袖じゃなくてこのちょっと長め袖でゆるっとしたこのラインっていうのが、こう体にぴったりくっつく感じじゃなくて涼しげに着られそうだなと思って購入してまいりました。こちらさ、リネン100かな、ちょっと待ってよ、リネン 100%。 大きなポケットがねついててね、これもデザインになっててカジュアルな感じで着こなせて、さらっと着こなせそうで購入してみました。実はこちらのシャツ、白とピンクも購入してしまいました。色が選べなくてどれも使えそうだなと思って3色買いました。これもね、後ほどちょっと着用して、ご覧いただけたらと思います。はいはい、続きましてご紹介しますのがこちらのショートパンツでございます。これさっきのね、ピンクのリネンシャツとこれは同じですね。同じセットアップで着られるショートパンツです。もうペラッペラよこれ。これ涼しいよ。あとは白いショートパンツも、これもリネンで購入してみました。先ほどのリネンシャツと合わせられるかなと思って購入してみました。もう家の近所はねこれでねペラ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 もう歩こうかなと思って購入しました。またまた、リネンシリーズなんですけれども、こちらのワンピースでございます。ここボタンに、前立てのところ全部ボタンになってるんで、ちょっと羽織風にも着られるようなワンピースかな。これもねリネンですごく涼しげで、ペラッと1枚で、はい、着こなしたらいいんじゃないかなと思って購入しました。お袖もあって安心でございます。ちょっとグリーンっぽい、ベージュっぽいグリーンっぽい色味で、とても素敵なお色かなと思いましてで購入しました。はい、こちらも後ほど、着てみたいと思います。はい、こちらのパンツ、リネンのパンツでございます。ゆるっとしたシルエットで、とてもこれも涼しそうですね。ウエストはちゃんとねボタンがついててきちんと感があってタックがある感じだけど、素材が薄くて涼しい。これも涼しいと思うよ。だって向こう側がもう透けるぐらいの薄さだもん。やっぱり夏はリネンよね。これで涼しく快適に、この夏を乗り切ろうかなと思っております。続きましてはですね、ちょっと涼しげなノースリーブなんだけど、そんなにこう露出が多くなくて肩が落ちるような感じで着られる、はい、ノースリーブのカットソーです。これもね着たらねすごく形が良かったの。だから2色買いました。値段が1890円よ。なんか毎日毎日お洗濯してもう着て着倒すみたいな感じで、このぐらいのプライスだととってもありがたい。こちらもね形とかすごく可愛かったので、後で着てご覧いただきたいと思います。はい、あとは、今ねプロパーの商品とセール商品がこう一緒に売り場に、並んでいて、セールコーナーも覗いたら可愛いものがあったので購入してみました。それがですね、こちらのツイードっぽいロングスカート。これツイードだよね、なんかツイードっぽい素材感なんだよね。重さはあるんだけどそんなに厚くない、割とこう涼しげな、はい、素材感になっていて、これは安くなってて3990円で購入しました。そしてこちらもう一色あったので、こちらの、はい、ちょっと派手色の同じツイード素材のスカート、こちらも安くなってて3990円だった。こちらも後で、はい、着用してご覧いただきたいと思います。こちらの柄パンツでございます。これもね、まあ割と薄い涼しげな素材感で、
構丈も長くて、これも高身長にはありがたい感じで、色も合わせやすい色かなと思って、まあボトムでこのぐらいの柄だったらなんかシンプルな T シャツとかと合わせた時にもおしゃれになるんじゃないかなと思って購入してみました。今ねプリントのこういうパンツボトムスすごく流行ってるので、これもセールコーナーで見つけました。いくらだったかっていうと、こちらも3990円で、はい、セールコーナーで購入いたしました。で、購入品は以上なので、では着替えて行ってみたいと思います、はい、まず初めにご紹介しますのがこちらのリネンのシャツです。はい、リネンのショートパンツも合わせてみました。こんな感じで、はい、こんな感じで着こなします。めちゃくちゃ涼しい、軽くて、はい、こんな感じですよね。すごい涼しいわ、こりゃいいわ。で、ブレスレットとかして、はい、バッグ持って、はい、サングラスして、こんな感じで行きたいと思います。めちゃくちゃ涼しい、こんな涼しいのないわ。袖もね長くていいですよね。すごくこの袖感が可愛い。長袖だと暑いけど袖口の余裕もあるので涼しい、風が入ってきて涼しそう。はい、こんな感じで着こなしてみたいと思います。はい、白シャツはデニムとかに合わせて爽やかに着こなすといいんじゃないかなと思いました。この白もねすごく使えそうだよね。ゆるっと着られそう。リネンなんでインしても柔らかくすっきりインできるから、こんな感じでもいいかも。すごく涼しいわ。そして袖がこの長い感じがとてもこのバランスが、このシャツすごく可愛いと思うんだけど、どうかしら。はい、ピンク、ピンクもすごく上がる。これもなんかちょっと海沿いのカフェとかレストランとか行くときに着たらいいんじゃないかなと思いまして、はい、こんな感じで着ていったらいいかなと思って購入してみました。都会でもいいか。これは涼しいわ、めちゃんこ涼しい。はい、続きましてはリネンのワンピースを着てみました。これもむちゃんこ涼しい。スリットが入っているけれども、まあ膝上ぐらいまでなのでそんなに気にならないし、これもさらっと1枚で着こなせていいわ。すごくいいです。はい、涼しい、間違いなく涼しい。さらっと何も考えずに着られそう。いい、すごくいい。はい、続きましてはこちらのリネンパンツ。すごく涼しいわこれ、本当にすごいいいよ。この薄さ、足さばきもめちゃくちゃ良くて、これは涼しいな。で、色もダークなグレーっぽい色味なので合わせやすいし、でもリネンだからあんまり重くならずにいいですね。これ本当に毎日履きたいかな、このパンツ。そしてこのカットソーも形が可愛いと思いませんか。ちょっと丈が短めで、そしてお袖がノースリーブなんだけどこうちょっと落ちる感じで着られるの で腕があんまりなんか気にならないよね。ちょっとちょろっとインしてもいいし、丈短めなのでこうそのままアウトにしてきてもバランスが良さそうね。白も着てみました。白もねすごく使えそう。お袖のところもそんな気にならずに着られますよね。いいと思うな、こういうシンプルで使えるトップス。続きましてはね、このセールコーナーで見つけたツイードのスカートです。うん、でも長さがすごい高身長にはありがたい丈感で、なかなかないからここまでのマキシのもの、はい、購入してみましたけれども、なんか白もすごく爽やかでいいよね。白 T で合わせてワントーンでコーディネートするとかね。でなんかまあ黒を効かせてちょっと大人っぽく、はい、着こなすみたいなのもいいかもね。素材感がすごく高見えする素材感だと思うのね。はい、ピンクもねすごい鮮やかなピンクで、なんかポップな感じで楽しい感じになるからすごいいいかなと思いました。
この大好きなシャネルバッグ、シャネルのパッチワークバッグで思いっきりポップにしてもいいかなと思っております。はい、最後はこちらのパンツです。柄パンツ、これくらい大胆な柄でもいいのかなって気がするけど、夏だし、そして涼しい、サラサラしてて涼しいです。なんかポップな感じですごくいいですね。ちょっと季節が進んで、ジャケット着る季節になってからも着られそう。はい、こんな感じでいつものジャケット合わせ、ジャケットと T シャツ合わせでも長いシーズン着られそうですね。こういう柄パンツ1本あると結構コーディネートの幅が広がって良さそう。はい、履いていきたいと思います。今日はザラで購入した涼しげアイテムをご紹介しましたけれども、いかがでしたでしょうか。また何か見つけましたらご紹介したいと思います。ありがとうございました。